さあ行きましょう、セーブバッチリ続きでございます。ここはもうセーブするだけの場所かな。よし、ゴー。バットム4、ゾンビ4。はい、え、あれこれ戻ってる、大丈夫っすか。いや、これ戻ってるか。おー、死んだ時のあの感じもかっこええな。戻ってんな。ちょっと待って、戻ります。セーブしてすぐ忘れてるやん。こう来たんですよね。来てこっちやね。ほんじゃよう見たら右にもルートあるわ。よし、これはバットム。あんまり雑いのもわかんのかな。まあ、正直ね、まん丸ドロップ死ぬほどあるから、結構雑くでも多分大丈夫と思ってんのよね、戦い。結構即時回復できるじゃないですか。あれ強いっすよね。どんだけ食らってようが、パコパ、パパパッと回復できるのわかっているので、こいつは寝とるんすね。重要なもん出てきたりせんよね、宝箱。ちょっと結構早めにパパパッとスルーしちゃってますけど、おい、来た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 。体力、知性、精神、運のみ、んですね。どうしよう、体力上げるか。よう見たら体力3しかないんや。はい、体力上げます。体力上げても、まあ、全体的にはステータス上がるので、あんまり気にせず行きましょう、これ。なんかね、もう結局なんか全部上がるんで。そんなに気にしなくて、おっとっとっと、ボスかな？さあ、曲楽しみ、曲。何か、いる。う、でかい！嘘でしょ？ボリューム感、アイビーム。あかんて、そこにいたら、ほら、絶対そうなるやん。絶対そうなるもん。アイビームの時は絶対そこにいたらっていてモテる。バカ。え、回復しといた方がいいかな。アイビーム来るよ。あれ、なんかキンキンになってるわ。あれやな、目閉じてるからあれ当たりません判定ですよね。バブルブレス。わわわわ、嫌な位置来るわ。こんなもんでもしょうがないっすよね、正直。殴り合いで、必殺の部分を貯めてホーリーボール。知らねえよそんなことは。これホーリーボール、今のホーリーボールや。もうぶん殴りの極地やで、これ。おる、ぶん殴りの極地、ホーリーボール。ホーリーボールはしゃあないですよね、もう魔法やんね、これ。これもしゃあないと。まんまるドロップで随時回復していけばいいかなっていう。ほる、あー、キンキンや。ダイブタック、危ない危ない。これ打つた無理やもんね。 100% ぐらい。こっ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 、おっこ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 、まんまるドロップ。なんなんこのゴリ押し戦闘。ノーダメで勝てる人とかいるんでしょうか。必殺必殺打ちまくって、基本は溜まったら必殺って感じで。猛毒猛毒、やっ、あっ、穴が開いた。来た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 、来てる来てる来てる。片目が桜の状態。よし、暗いベイビー桜の状態になってます。もう片目、よしよし。こっち入るんちゃう、ほら。こっちはちょっと入る感じもある。いや、そうでもない。もう目開いてる。暗いベイビー、クライベイビー、こらこらこら。空振った、
逆に見えなくなってると空振るわ。体力大丈夫？やった、よし、いやーかっこいい、決めた。でも結構ね、秋もね、必殺技とかやっとったように見えたけど、どうなんだろう。白くなってましたよね。わーい、わーい。なんだあれ？何？あ、絶対ウィル・ウォー・ウィスプや、これ。ウィス！俺っすよ。え？こんな感じ？俺！俺っすよ、俺！この俺が皆さんが探してるウィル・ウォー・ウィスプっす。あのフルメタルハガーの体内に封印されてたっす。おかげさんのやっと封印が解かれました。事情はさっき皆さんが戦ってる間にフェアリーさんからテレパシーで聞いたっす。いや大変っすね、めっちゃ喋るよな。フェアリーさんもそうっすけど、僕ら精霊は魔がなくなっちゃうと存在できないっすからね。魔を救うためには協力させてもらうっす。めっちゃ喋るよな、マジでこの世界のやつ。ウィスプさん、光のマナストーンは？ちょうどこの真上、古代遺跡の奥深くにマナストーンはあるんすけどね、ちょっとここからじゃいけないっす。マナストーンはまだ無事っす。でも非常に不安定な状態なもんすから、いつ神獣が封印を解いて復活しちゃうかも。あいつは神獣ではないのね。仲間の精霊たちを一刻も早く見つけ出した聖剣の扉を開きましょう。めちゃめちゃ分かりやすいやんこいつ。え、この後はレベルアップして知性の能力を上げればウィスプの光の魔法を使えるようになるよ。え、知性上げなあかんねん。もう知性ないねん。笑ってるやん。バカにされてんねんぞ。お前知性ないねん。まだ使えないってことっすよね、じゃあ。バカにされてますがな。え？ちょ。魔法もまだ無理なんかな。あの言い方やと、そういうことやろね。一切そのセットみたいなのがないもんね。オッケー。いやもう倒した曲まだ流れてんのに。あれがダブルアタックですね、多分ね。こっちか。あ、帰ってきた。今、ウィル・オー・ウィスプも選べた。っていうことは、あいつを選ぶ場所もあるのか。うわ、獣人来ちゃった。お前らのおかげで滝の洞窟の結界が消え、牢せずして、生徒ウェンデルへの進行が可能になった。その礼をさせてもらっただけのことでありがとうよ。はっはっは、よし、行くぞ。出たー。キョルやん、ほな。下まで落ちてる。来てまいよる。やばい、あいつらめちゃくちゃ強いし。これは雲の上の、ん？そういうことじゃないのか。海じゃなくて白い部分があるんですね、この大地のところ。雪なのか雲の上にあるのか、この大陸自体が。これマナの木やんね。雲海みたいに見えますけどね。マナの聖域はこの遥か頭上というか空中にあるんですかね、これ。天空に。あ、めっちゃおるやん。モブやったんや。あ、マナの木が枯れていく。聖剣を抜く勇者を見つけ、マナの女神様を覚醒させなければ、人間界の光の司祭様にこのことをお知らせしましょう。さあ、手遅れになる前に急ぎましょう。って言って、あの四体が行った。あの光やったのや。オープニングの光。丸い光がパーっといってましたよね。多分これや。直立これ。もうダメ。何を言うの、もう少しじゃない。頑張って。
ありがとう。でも残りの力では人間界まで持たないよ。残りの私の力あなたに託すわ。頑張って。離脱。無責任な。あかんあかん。無責任な、これ。ピョロ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 。で、この最後の一匹があいつやったわけね。やっとたどり着いたと。こんなところでついえるわけにはいかん。ここは、まあ、捕まったんやろね。おるね、あいつやね。味方になるやつやね、あれ。セーブポイントあるね、おい。あなた方も捕まっちゃったんですか？ちょっと可愛い、臭い匂いがするね、これ。誰かいるのか？ここはどこなんだい？私はローラントの京子と申します。生徒ウェンデルへ行った帰り、滝の洞窟でビースト兵に捕まり、皆さん同様この地下牢に。でも大丈夫です、私に任せて。え？ほう、きっと皆さんもここから出して差し上げますから。こら、何を話している、おとなしくしろ。カルパロ、すいません。すいません、こっちの牢屋の奥の壁の裏から穴を掘る音が聞こえるんです。脱走かも。うわうわ、奥の壁です。せやもう出てるやん。イーズイーイーズイー、笑ってる笑ってる。作詞やな。開きましたけど、作詞ですな。皆さんご無事ですか？では行きましょう。港に行けば船があるはず。この町から脱出するんです。獣人たちがウェンデルに攻め込んで、町の警備が手薄になったら船を出すって私が捕まる前に町の人たちが話してました。さあ急ぎましょう。ただその前にそこの女神像で回復しておいた方が良さそうですね。誰も来ないうちに。京子仲間だった。よし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 。え、ちょっと待って、京子のステータスも見たいな。ここで、ちょっと待って、ここの真ん中で選ぶっぽいんですよ。こうアマゾネス。え、京子ちょっとおしゃれやね。色味が好きなんですよ、僕。ワルキューレ、ルーンメイデン。京子の色味ええよ、これ。旋風槍、槍の名手。いいやん。とりあえず近い敵から動いて、旋風槍で行こうか。旋風槍、ロングスピア。もういろんな漫画家が、レジェンドが集まると言われている旋風槍です。こんな曲流れたっけ？こんな曲流れましたっけ？一応セーブしとこうか。あ、ジャドに今帰ってきてるんやね。おい、そう、やられた。行こうか。うわ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 、夜か。もう、思いっきり行きよるやん。ちょ強いな。経験値2しかもらえへん。まあまあ強いのに。これでも一気にもういけるかもしれない。大ボス、大ボス狙いに行く。しっかり隠れて。あれ、その先から踊るよね。こいつが大ボスなのか。ひー、助けてくれ。え、助けてるやん。助けてくれてありがとうじゃないのよね。ちなみにあいつ魔法とかは無理っぽいよね。あと倉庫がどったらこったら、倉庫に預けてるやつはどうやって呼び出すんやろ。まんまるドロップがまだ倉庫にあるんですよ。倉庫に入れることしかできんな。倉庫からどうやって取り出すんだろうか、ちょっと不明。そろそろまんまるドロップ買わないとね。結構なくなってきてるから。スー、あー宝箱出たっぽい。そういう時にまんまるドロップの補充も必要よ。っていうか結構ミスが目立つな。ミスって
てるっすね。向こうがミスってくれてる部分もあるんかもしれないですけど、ミスミスって結構出ますね。あれ女の子か、こんな可愛いったっけ。一瞬ラグがあるからな、宝箱を取り逃す。本当にえすぐえすぐ、ほら一瞬ラグがあるんですよ。 OK、 ぷいぷいっそう、サンキュー。あれで敵の顔が出たら多分敵化するし、槍が出たら槍がズドンとしたから出てくるってことですよね。よりやよりや、予想通りの。全滅させられるんじゃない。なんか人間の時の方が明らかに強いねんけど、刺激でやられたんやけどね、あの時は。いろいろ見ていく。パブ、パブの中も狼だらけっていうわけでもない。今チャンスですよね、混乱に乗じて一気に一気にこのウルフ族を叩く、ビースト族を叩く。いや湧いとるわ、一応経験値は3もらえるわ。お店はやってます？やってないか。ビーストボス戦ありそうな気するけど、どうやろう。考えすぎか。ここは、あ、港空いてるっぽいけど、宿はどうだ。勝手に泊まったりはできない感じ。いや、マジでハーレム旅やな、これ。嬉しい限りですね。あ、おるおるおる。おう、さっさと乗ってくんな。もう出航だ。船が出るぞ。早っ。そんなジャスティータイミング。なんも言うてへんすけどね。乗るとも乗らんとも。すごいジャスティータイミング。あ、マップ出てる。上のほら、あそこ白いエリア、あれが聖域なのかな。なんか白いエリアマップにあったな。あれは雪系なのかな、北やから。ちょっとわかんないですね。ずいぶん時間を無駄にしてしまった。マイヤに逃げたら急いで残りの精霊たちを見つけないと。マイヤ、あ、そうか、強子は初見ですね。チッチッチ、心配無用。マナの聖域からやってきたフェアリーちゃんさ、いろいろあってこうしてマナストーンを探してるってわけよ。なんでもマナストーンとやらの近くには精霊くんたちがいるとかで、早いとこ集めないと何か大変なことになっちゃうんだってさ。ではあなたがフェアリーに選ばれた方なのですね。あなたのちょっと後ぐらいに司祭様に会って、あなたのことやマナの剣のことを教えてもらったんです。あいつ誰にでも言っとんな。ね、こいつも困ってんのか。あ、そうか、こいつのストーリーがやっと判明する。まあ、これでほぼ出揃うか。メンズの方がちょっとわからないですけどね。ローラントの王女で、亡き母の後を継ぎ、アマゾネス軍のリーダーを務めていた。うん。リーダー。ところが、砂漠の盗賊団、ナバールの、忍者兵が弟のエリオットをたぶらかし、城内に潜入。城を守る風を止めてしまったのです。うわ、ね、やっちゃってるやん。うちの身内やん。敵は卑怯にも風が止んだ城内に眠りの花粉をまき、精鋭のアマゾネス兵たちに反撃する機会を与えず、城内に火を放ち、父、国王の命までも。めっちゃ残虐やん、ほんで。こうしてローラント王国は滅亡。弟の王子エリオットも敵にさらわれてしまいました。わしのせいやないか、こんなもん。私はなんとか敵の手からエリオットを救い出し、父やみんなの無念を晴らして再びローラント王国をよみがえらせたいのです。なるほど、イザベラが指揮してる
やつらがやっとるってことですよね、これ多分。ノリオの手を離れてからの話かな、これは。生徒ウェンデルス大様なら何かいいお知恵を持っていらっしゃるかと思い、こうしてここまで来たのですと。でそれがビーストに捕まり、そして私に出会うと。はい、フェアリーさん、私もお手伝いさせてください。ローラントの再建も大事だけど、まだの木が枯れて世界がなくなってしまったら意味がないですもの。ありがとう、京子。まだの女神様がお目覚めになれば、きっとローラントの再建に力を貸してくださるでしょう。なんか、後でそれもようなるんちゃうみたいな。再起手伝ってやみたいな感じ。ざっくり説明して簡単に仲間になった。この辺もうちょっとなんか作り込んでもよかったような気もするけど、まあまあ仲間になるときってこんなもんですかね。特にこう選ぶタイプやからね、いろんなこじつけで仲間にならなあかんからね。その辺は確かにいろいろ。さあマイヤに到着。何マイヤ、自由都市って出てましたっけ。今ようこそ自由都市マイヤへ。この後ばからはジャドへの定期船が出ている。この町から西の商業都市バイゼルまで黄金の街道と呼ばれる道が通じています。うん、昔はたくさん商人が、そして今はモンスターの住みか。行けと。大地の裂け目のどこかにドワーフたちが住むドワーフのトンネルへの入り口がある。いずれやな。武器防具の生成に長けたね、ドワーフたち。マナストーンのことなら草原の国フォルセナの英雄王がよく知っておられるはずだ。フォルセナの英雄王、偉大なる戦士であった。昔は黄金の騎士との名コンビで竜退治で世界中に名を轟かせておったよ。わしも随分憧れたもんじゃ。くそ、めっちゃいろいろ情報出たな。黄金の街道は西の商業都市バイゼルの手前で分かれて、英雄王様の治めるフォルセナへも続いてる。ここが西か。あ、これそうか、ジャドから逃げてきたあいつや。噂じゃ生徒ウェンデルの光の司祭様が命がけの結界を張り獣人たちを防いだ。ところが光の司祭様はそのために不死の山にかかり倒れてしまった。関係ある？ウェンデルでその病を治せるのはヒースって神官だけだっていうので、その神官も行方不明。あ、ヒース来た来た。これじゃあ司祭様助からねえかもしれんよ、おかわいそうに。もうなんかもうねえ、言いたいことわかります。お使いがお使いを呼ぶ感じ、もうすごいことになってきてる。バイゼルに行ってきたけどよそ者はお断りだとか言って追い返された。お使いがお使いを呼んどんのよ。この家はね、錬金術師のボンボヤジの家だよ。ほう、よそ者じゃないからこいつ、なやこいつ、なにこれ、これボンボヤジ、これ、君たち誰だ、君たちは誰だ。そんなことはどうでもよろし、いいところに来た。とにかく裏庭に行って待っててくれ。なんでやねん、なんそんなことしながらね。ボンソワー、兄貴は錬金術師なんて言われてるけど、ただのマッドサイエンティスト。金なんか作りやしないんだから。さあ、錬金術見してもらおうか。なにこれ、え、なにこれ、すごい、すごい。大砲？まあ、待ちたまえ。マイヤとフォルセナの間は吊り橋一本しか道がないから、遠回りの上、危険なモンスターだらけの黄金の街道を通らねばならず、何かと不便。だが、しかし、なるほど。なるほどなるほど、あったな、これ。聖剣にもスーパーキャノンマーク2ならひと飛びでいけるようになる。もうすぐ完成。まだ完成してへんのかい。なるほど、ルーラーみたいなもんですね、これ。中入れてビョーンって飛ぶやつありました、ありました。まあ多分1回通ったらその道がめんどくさいから、2回目以降はこれ使っていいですよっていうことです。ロープレイ用語で解説しますと、結構お金貯まってるね。とりあえずまんまるドロップとプイプイソーもちょっと買っておこうかね。よし、
はい、じゃあ武器を見せてもらおうか。一緒や。なんかちょっと新しい町に来たらさ、ねえ、ちょっと会ってもいいんじゃないの？ダメ？それを楽しみに来てるみたいなとこあるよ。あるある。羽根付きリボン、キルボアール、サークレット。わしのもん何もあらへんのよ。ここはセレクトでは帰れへんっぽいな。あ、顔の帽子切るわ。ここで他の人が装備できるかどうかを判別したいんだが、これなんでできないんですかね。まあまあいいか。サークレット、オッケーね。はい、次の方、はい、次の方ね。羽根付きリボン、キルボ R はキルボ、来て、もうすでに来てるボ R やね、これ。さあ、装備変えていきましょう。装備交換はしないよ。頭ですよね。どこ？あれ？え？あれ？リボンみたいな買わんかったっけ？違う、もう。操作がね、本当にここ何回なのよ。あ、ここか。ここが頭なんや。左手やと思い込んでた。あーもう、おしゃれに作ってあるんですよね。だからごっつやりにくい。よし、まあでも少しだけですけど守備力は上がりましたので、よしとしましょう。武器がね、ちょっと残念っすね。欲しかったな。だってこれからその黄金の街道行くのにさ、一応夜も見とく？バー行っといた方がいいか。夜の方が敵が活性化してる場合もあるし、あの、のじゃない、寝とる場合もあるしって感じなんでしょうね、多分あれ。どっちのパターンもあんのよね、多分。一応ね、バーがあったと思うんで、ね、バーに行っておこうかなと。あれ、なかったっけ？勘違いしてるわ。あれ、ないわ。あれ、なかったっけ？ないな。何を見て僕はバーがあったと。あれ？まあいいか。夜とかの変化はなさそうですよね。いきなりおるな。曲かっこいいな、また。はい、じゃあ、次回こっから行きましょう。次は黄金の街道突っ込みます。